デイビッド・ペック・トッドは、アメリカ合衆国の天文学者、ニューヨーク州のレイクリッチに生まれた。1870年からコロンビア大学、その後はマースト大学に移り1875年に卒業。1875年から1878年までアメリカ海軍天文台。1878年から1881年までアメリカ編歴局助手。 アマースト大学では1881年から1917年まで教授と付属天文台長を務め名誉教授となる。1882年から1887年の間は近隣のスミス大学の天文学並びに高等数学の教授として教えている。博士号は1888年にワシントンジェファソン大学より取得。 スミス大学とアマースト大学両校の天文台建設を指揮し、1907年にはペルー標準時の設定を行った。1882年の金星の日表通貨の観測では大腸を拝命したリック天文台において史上初の写真観測を行った。回帰日食の観測隊に何度も参加し、1887年と1896年には 日本での観測を行った。トットの参加した天文観測隊には以下のものがある。その他、1919年5月29日にブラジルとアルゼンチンで日食観測を行った。火星の衛星、フォボスのクレーターにトットの名前が付けられたほか、小惑星ダビダはトットの名から、メーベラにはトットの妻の名から命名された。 アメリカ天文学会並びに、ワシントン科学哲学協会、ジャパンソサイティ会員であった。アメリカ科学振興協会及びフランスシェルブールの、自然科学物理学協会ソサエティオブナチュラルフィジカルサイエンシズ、リマチリ学協会ソシエダジオグラフィーカで、リマのそれぞれフェローに迎えられた。1896年、日本での教育の功績により、明治天皇から支配を授けられる。 トットは1879年にメーベル・ルーミスと結婚するが、メーベルは詩人のエミリー・ディキンソンの兄・オースティン・ディキンソンと恋愛事件を起こす。トット自身も妻の恋愛を認識していたといい、大学では公然の秘密とされた。メーベルが交わした書簡は後に、ポリー・ロングスワースによって出版された。代表作は、アストロノミー・ザ・サイエンス・オブ・ザ・ヘブンデ,ィー,ディー・ボディーズである。 スターズテレスコープスほか短編を表し、気候も多く手掛けたほか、コロンビアン・ナレッジシリーズの編集者として観光に立ち会う。主な著書は次の通り、ありがとうございます。